危ない。すいません、ボール当たっちゃいました。ボール？当たってないならいいんです。しっかり投げてよ。悪い悪い、すっぽ抜けちゃって。当たっちゃいました。全然大丈夫です。ボールですよね。あったあった。一緒にどうすか。一緒に？それいいね。一緒にやりましょうよ。いいです。いいってさ、そういう意味じゃなくて。じゃあ行くぞ。ほら構えてください。来ますよ。何がですか？野球の経験あります？いや、ないですけど。ワンストライク。ストライク？え、ボールは？ボールなんてないよ。え？バットもグローブもないし、エアでやってるからね。え、エア？エア野球の経験ある？野球経験もないのにエアなんて。あ、バット構えて。え？バッ。ツーストライク。ほら構えないと。ベンチ戻っていいですか？言っとくけど、私だってこんなことやりたくないからね。でもあいつがどうしてもって言うから。この人やりたいんだ。あいつの高校野球禁止だったんだ。野球部が不祥事を起こしたせいで。それで野球できなくてさ。でもあいつ来る日も来る日も基礎トレーニングしてた。でも限界だったんだろうね。とうとう。エアー野球ですか？どうかしてるでしょ。普通にボール使えばいいのに。ここボール遊び禁止なら別の場所でやればいいじゃないですか。私はやりたいんだけどね。あいつはエアー野球で十分みたい。ただのストレス発散なんだよ。楽しいですか？楽しんでるのはあいつだけ。じゃあ交代ね。え、投げるんですか？まあね。あざす。初めですよ、エア野球に付き合ってくれる。付き合ってません。でも打席に立ってますけど。どこに打席なんて。ボールが来る。え、来ないじゃないですか。牽制球室で。本当何なんですか。行くよ。オッケー。もうストライク。知ってるんですか？あの人、いやいやあなたのエア野球に付き合ってるんですよ。逆っすよ、逆。付き合ってんのは俺っすよ。逆？いや、あいつ中学の時野球部入れなかったんです。女っていう理由で。そんな。で、高校は野球部ないとこ選んだんです。野球から離れるために。でもどっか諦められなかったんでしょうね。毎日走り込んじゃったりして。頭おかしいですよ。いや、そんなことは。そしたらエア役なんて始めちゃったりして。付き合いにもなってほしいですよ。来ますよ。ストライク。ストライクじゃありません。いや、入ってましたよ。ボールがないのにストライクなわけがありません。しょうがないですよ、ボール禁止なんて。他の場所ならできますよ、野球。俺はやりたいですよ。でもあいつはエア野球で満足みたいで。フラストレーション発散したいだけなんですよ。早くボール返してよ。やればいいのに。はい。やりたいならやればいいのに。私打ちます。
やっとやる気に。私が勝ったら別の場所でやってください。普通の野球。嫌ならいいんですけど。ああ、出した。準備できてる。肩なら温まってるよ。よし。私たちが勝ったらどうする？私決めたんです。決めた？勝っても負けてもあなたたちみたいにはなりません。俺たちみたいって意味わかんないんで。私もう自分に嘘はつきません。何それ。打てるもんなら打ってみない？